ッチングしましょう。お疲れです。ですちょっとみんなに相談があるんだけど、ウータンをちょっとホストをやらせたいなって思ってて、ちょっとウータン自身も前々から相談受けてて、まぁ、ちょっとホストをもう本格的にちょっとやりたい、やらせてあげたいなってちょっと思ってるんだけど、ちょっとみんなどうかなと思って、ウータン、ちょっとみんなの、みんなに言わないといけないと思うから、ウータンから一言言った方がいいかもしれない。いつになったらホストをやらせてくれるんですか、本格的に。本当に何もやってません。本当に何もやってません。どうしたどうしたの、うたどうした。いや、なんかセクハラとか言われちゃって。プレイヤーをやりたい。そうですね、プレイヤーがやりたいです。まあでもちょっと生き返しは難しいんじゃないか。やりたいやりたい、やったことでもないし、でもそれを憧れてホスト始めたんで。ただそのもともと入る条件ではないけどとしては、やっぱりこう女の子ってさ、まあ、高いお金払ってるわけじゃん、はい、ホストクラブって。まあだからそのそこだよね。このジャケットとかさ見てみ、これこれさ、うん、あの色抜けてるやん、めちゃめちゃ。そうでしょ。まあだからまずそういうところからだなって俺は思うけど、もし働いてもらうんだったら、もし本当にウータンがホストをやらせてくれないと俺が面倒をしっかり見るし、まあ、テーブルクリーンだったり、もう実はちょっとあのここ数日間かやらせてて。いやだからそれはもちろんだし、それは当たり前だ、うん、そもそもね。じゃなくてお客様が200万300万使ったお客様に対して、じゃあヘルプ接客をさせるんですかって話。でも責任は俺が絶対取る。だからどう責任取れ。いやもうそこはもうウータンがその本気でやりたいっていう気持ちは伝わるし、もういや本気で、俺だって俺は伝わる、みんな伝わってる本気でやりたい気持ちなんだ、うん、だけどっていう話、仕事っていう話もあって、まあそれに関して、まあじゃあ3人はどう思うかなっていう。 V は？まだ早いかな。うん、気持ちは分かるんですけど、その最低限のレベルができないと、やっぱうちのアクセルっていう看板を背負ってるじゃないですか。うん、そのクオリティを落とすわけにはいかないな。まあそうね。A は？いや僕もまだちょっと賛成できないなって思ってて、うん、なんでやりたいのかなって、ちょっと簡単に憧れてるだけじゃないかなって思う。なんでなんでまあまあ決まる。うん、賛成、賛成というか、まあプレイヤーとして、プレイヤーとしては全然受け入れてくれるタクとかはこうつけばいいのかなって、やりたいって言ってるんで、うん、本人が。確かに。うん、例えばね、じゃあ、まあ、厳しめのお客様がいてさ、もうじゃあこれで店来ないわとか言われたらさ、じゃあその子が月300万使ったらさ、その担当に対して責任取れるかっつったら取れないと思うけどね、俺は。ウータンだってめちゃめちゃひどいこととか言われてさ、その傷ついちゃうかもしんないし、だから俺は裏方で頑張ってもらえればいいんじゃないかなって思った。やれることをやればいいかなって思ったけど、まあ意見が二手に分かれてるから、ちょっと一応見てもいいかなとは思う。今後ね、ウータンのその仕事のなんていうんだろう、やり方、俺もウータンの気持ちは尊重してるから。まあホストってさ、売り上げが全てだから、本当にお客様つかなくて売り上げ上がんないと給料呼べもらえないよ。全然いいの、それでも。それでも大丈夫です。本当にそれでもいいの？大丈夫です。まあとりあえずじゃあ分かった、いいよ。よっしゃー喜んでくれたら嬉しいけどね。確かに、頑張ろうぜ。頑張ります。まずじゃあ服とか買えようね。買います。前々からこう相談を受けてたんですけど、まあ断ってはいたんですよね。まあ営業後とかに2人でこっそりと練習してたりとかしてたらしいんで、
まあ、そういうのちょっと僕は心に響いたかなっていうふうに思います。まあそうなんですかね。なんかウータンの教育係で入った時からで、まあこう一緒に結構2人でいることが多いっていう感じですね。おしぼりの折り方って2種類あって、うん、1つ目が、まあ、この三角折りって言われるものをやってみよう。ちょっと三角折りしてみて。いただきます。今日僕仮面つけてるんですよ。なんで？これサイマンなんですよ。そうなんです。変な人じゃん。はい、ただ単に。それで。はじめまして、ゆうせいって言います。お願いします。うわ、なんか生音とか。なんか、男のぬくもり感じたから。どういう人が大変なの？純粋な人とか好きかも。ありがとう。そう。いや、ソロ並みにちょっと早かった。また大丈夫？大丈夫だよね。失礼します。はじめまして、こっち行っていいですか？うん、銀丸です。え、今日からもう寒いの。そうだよね。はいはい、これ、すごくないですか？風来ないんですよ。ありがとう。よかったら覚えててください。女の子の方がいや、そういうの感じにくいらしいっすよ。感じにくい？いや、わからんけど。でも痛みに強いっすよね。痛みに弱いんですよ。でも仲間。この後さ、ウータンっていう子が、まあ、入りたてで、まあ、ちょっと新人なんだけど、来てもよかったです。全然大丈夫です。ぜひ、うん、はい。はじめまして、ウータンです。はじめまして。隣に座ってもいいですか？うん、大丈夫です。ホスト、今日からやらせてもらってるウータンです。よろしくお願いします。お願いします。お酒飲んでもよろしいですか？大丈夫です。ありがとうございます。TikTok とかで見たことあったんだけど、はい、ウータンって内勤だと思ってた。裏方の方がメインでして、うん、まあなんか僕がキャストとしてやりたいって言ったら、なんかそのわがままに聞いてもらって、それでやらせてもらってます。そうなんだ。今日からちょっと始めたんだよね。入ってるの何？これはバラです。バラ、すごい。バラ好きなの？バラ好きですね。うん、僕、寮でバラを育てたんだ。バラ育てたの？はい。お花とかも育てれるんだね。はい、頑張りました。僕、初めて東京に来たんですよ。東京のあたりって自然が少ないですよね。そうだよね、緑とか全然ない。コンクリートばっかりだもんね。そうですね。やっぱりそこに花があった方が自然が目立っていいかなと思って作ったんです。なんかトゲとかあるから、それが痛くて、に渡したくてバラ持ってたんですけど、受け取ってくれますか？え、いいの？はい。ありがとう。めっちゃ嬉しい。男の人からお花とかもらったの初めて。あ、本当ですか？バラの本数にもよっても、言葉が違くて、バラ一本だと、一目惚れっていう意味らしいんですよ。そうなの？はい。なんか照れちゃうね。照れちゃいますね。僕は、ちゃんに一目惚れだよ。めっちゃ照れる。
っちゃ素敵だよね。ね、飲み直ししようかな。やったやった、飲み直しもらった。一緒に飲もう。マジでおめでとう、みよし。ありがとうございます。ありがとうございます。何これ？あの、ちゃんにプロポーズの。あら。おいせー。おめでとう、うーたん。ありがとうございます。いいっすか？私しても。じゃあ、うーたん。ありがとうございます。ニタ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 してな、本当に。かっこいいじゃん。うーたんが決めた何だったの？自然が好きって言ってた。みんな好きな人ってめっちゃ純粋そうだなと思って。確かに普段純粋で、確かに喋ることとか嘘がなさそうで、確かに嘘つけないんで。確かに普段嘘つけないね、本当に。でもバカ正直だから何でも答えちゃうから大切にしたい。普段はい、大切にします。じゃあ改めて乾杯しようか。乾杯。絶対じゃあ、今夜何してんの？薄いだから、ね、確かに今夜何してると聞かれちゃってるよ。今日、うん、でも今日の時は何にもしてないけど、今夜、空いてたらホテルに行こう。テクだな。って言われてます。でも、出会っただけだし、また今度にしよう。まあ、素晴らしい。出会ったばっかやからな。そうですね。じゃあ今度にしましょう。思い出をいっぱい作って。そうですね。今度ホテルね。はい。その腕時計さ、はい、ゆうせいくんのじゃね。はい、あの腕時計もらいました、兄貴。お客様の携帯こちら向き、はい、今にして、こういう。これさ、ウータンちょっと考えたんだけど、時計つけてないじゃん。つけてないですね。時計つけた方がいいから、俺これあげるよ。新人ホストの時に初めて買った時計かな、確か。代用で今使ってたんだけど、ちょっとウータンにそれあげるから使ってほしいな。本当ですか、ありがとうございます、うん、なんかウータンがさ、ホストで頑張ろうって思った時、俺結構嬉しくて前々から聞いてて、だからウータンにはすげえこれから頑張ってほしいなと思って、まあそんな大した時計じゃないかもしんないけど、今後売れた時に新しいのが時計買いな。ありがとうございます、うん、頑張ろうぜ。ありがとうございます。頑張ります。イエーイ。これはもう一緒の高いもの。本当使ってくれる？逆に使います。うん、いいね。ウータン飲み出しおめでとう。にゃすごい。ありがとうございます。やったやった、飲み出しやった。指名なんてもらえるって俺は思ってなかった。だからめっちゃ早い。こうありがたいよね、マジで。めちゃめちゃ早い。いや、こんなに早く指名がつくと。ね、はい、すごいよ。運命。やっぱこれ気持ちが大事だよね、こういうバラとか。確かに。家庭菜園してるらしい。あ、そうだよね、なんか野菜とかも作ってんだよね。野菜もそうですね。一応、キャベツあったり。そう。映像作ってます。すごいよ。農家ホストだよ。好きな人にはなんか全部ね、あげちゃうよね。うわ、いっぱいもらえるじゃん。キャベツとタコスモスとか。本当にありがとうね、めちゃめちゃ。ルーちゃん、これからもよろしくお願いします。お疲れ様です。なんかウータンがその頑張ってる姿を見れて、僕はすごい良かったかなと思ってます。そうですね、ちょっとウータン入った頃からすごい可愛がってみますよ。嘘つき。どうした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 。ホストになったら何女抱けるんじゃなかったんですか。違う。いや、ウータンさ、まあの兄貴の嘘つき。何嘘つき。うまっ。可愛いな。結構伸びるの早いし。めっちゃ飲むって。俺も早く女抱きたいな。しろよ。